これがやばい歯磨き粉です。ちょっと待ってください、挨拶考えて。いきまーす。お口開けてください。地元美容香織です。いや、みんな口元美容若林だよ。はい、どうも皆さんこんにちは、若林です。今回は今流行りのちょっと ASMR 的なのをちょっと意識してるんですけど、どういう風に編集されてるか。どうやろね、どうやろね。僕もドキドキです。ね、低評価ボタンを押しちゃダメだよ。ダメだよ、高評価でいってね。はい、今日は歯磨き粉シリーズ第2弾。第2弾ね。じゃ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 ーん。例のやつですね。はい、これは進めません。進めません。おー、進めないやつ。また進めないシリーズですね。また意見食い違うかもしれないですね、これ。どうぞ、ください。はい、こちらになります。つぶつぶいうやつあるやんか。ね、塩があかんかいから、塩はいいよね。いい。いいよね。歯茎を引き締める作用があるから、塩は OK やねん。この粒塩、なんて書いてある？大粒の球状の。はい。塩。あ、塩？はぁ。大粒の球状が入ってるらしいねやんか。そんなんがあるんですね。うん、大粒の球状。皆さんどう思います？まず磨いてみる。磨いてみましょうか。はい。恒例の若林が磨きます。はい。これもミント系ですね。まあ、大概ミントよね、あんまりこう。ザラザラやん。すんごいザラザラ。これ溶けへんで、実はな、歯周ポケット、歯と歯茎の隙間に残って炎症を起こすって言われてるやつ。これ、わかる。まずボリボリってな。ボリボリ？ボリボリまでは聞こえた。聞こえた、聞こえた。でも私も一般の歯磨き粉買って使うことないやんか。はい、ハンドクリーム、はい。うわー、ザラってる。これが歯茎に入り物。これはちょっと良くないかも。若林的にも、うん、これでも目に見える大きさやんか。口の中で目に見える大きさってめちゃくちゃ大きいよ、うん、これがやばい歯磨き粉です。研磨剤レベルではない。歯茎を痛める歯磨き粉1位かもしれん。これでも試験です。なるほど。もちろん試験です。私の考えです、単なるね。うん、まあ、いいって言うてはら方もいますしね、当然。私はちょっと疲れてます。やばい、これはやばいね。はい、同じ件でございますか。はい、これは僕も同意で。ということで、皆さん歯磨き粉要注意でございます。安いからといって買うのではなく、これがどういう働きしてくれるのかなとよく考えて選んでください。ほんまのことを言って、歯磨き粉なくていいからね。そうですね。ね、うん、なくていいね。それ全然僕もそう思います。うん、そうだ、先生、うん。あのね、今こういうのダメだよっていう動画じゃないですか。いや、歯磨き粉っていうのみんな知りたいんちゃいます？いや、いつも私紹介してるって。あ、あるある。あー、じゃーん。これ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 。これよ。これはいいですね。これはいいですよ。これはいいですよ。愛用してます、うん、今。もうほぼジェル、ほぼジェルタイプなんで。ね。傷つけません。ぜひこれをお使いください。これ歯医者さん専売じゃないから。あ、そうなんですか。そうそう、オーガニックショップとかでも売ってるから。うん、皆さんも手に入りやすいですよ。ぜひぜひおすすめです。研磨剤が入ってない割に、この歯磨き粉は結構ツルッとしてくれるんですよ。そうやん、うん、ツルツルになるって有名やん、うん、体にええもん使わんと口の中って粘膜やん、ベロの下とかでも。だから一番吸収率高いんや、うん、だ変なもん使わんとええもん使った方がええって、何よりも健康のためにおすすめします。また LINE とかでもいろんな情報流してるんで、登録よろしくね。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価ボタンもよろしくです。よろしくです。またでーす。またでーす。